ラウル一世、ド・ベルマンドアは、カペアサ、フランス王国の王族内式族。1102年から1152年まで、ベルマンドア博、アミアン博、バロア博であった。ユーカン博、赤岩博の異名のほか、ラウル四世、ド・クレピートも称された。アデライード・ド・ベルマンドアと、ベルマンドア博ーグ一世の息子。父ユグは、フランス王アンリ一世の王子でラウルは孫にあたり、 ルイ六世とはいとこにあたる。ノルマン反乱を起こしたフランドル博、ギヨーム・クリトンを援護していた。1127年4月14日、サントメールにいたギヨームは、上下の法律と監修を確認した際、それらにを遵守することに誓いを立てた。この反乱に参戦していた、最中の1129年、ラウルは、リブリー情報移線中、実定にあたる消耗案教案理を殺害した。 クシー卿、トマドマルルを穴打ちし、相手に、禁止の重傷を負わせたのと引き換えに片目を失い、以降は、赤眼となった。1131年11月、主君ルイ6世により、セネシャルに任命された。1137年、ルイ6世が崩御して間もない頃、王太郷アレルドサボワは、息子ルイ7世とサンドニ州党院、シュジェール院長に、 自分が戦王と結婚した時の持参金を国政に使用されることを恐れていた際、王太后を一時支持していた。その後、退官したルイ7世から王妃、アリエノール・ダ・キテーヌの妹、ペトロニー・ユー・ダ・キテーヌを妻に勧められ、1142年にラウルは初婚の妻エレオノール・ド・プロアと血族同士の結婚であったことを理由に離婚した。ラウルに遺棄されたエレオノールは、 実刑に当たるシャンパー,ニューハク及び、ブロワクティボー4世に、ことの荒ましを訴え、ブロワ家と、フランス王家の間で戦闘になった。それに、教皇インノケンティウス2世が介入し、ラウルとペトロニーユの離婚を命じて、破門を言い渡し、さらに二人の結婚を祝福した司教たちも、同様に破門した。インノケンティウス2世の時代の教皇エウゲニウス3世の世になった際、 1148年にランスで開かれた評議会でペトロニーユとの結婚が正式に認められた。1145年に第20次軍に向けて出発したルイ7世が不在の間、ラウルはシュジェールと共にフランス王国に泊まり、摂政として王の代わりに国を治めた。1120年頃、ラウルはブロアハクエティエンヌ2世と イングランド王女アデルド・ノルマンディの娘エレオノールド・ブロアと結婚した。しかし、近親結婚であったことを教会に訴え、1141年頃に離婚した。エレオノールドの間に設けた長男ユーグ2世は、ラウル1世の死後に白衣を相続し、1152年から1160年までベルマンドは白およびバロア白となる。後に、ラウル二世に白衣を譲り、 創籍に入りナを改め、バロアの姓、フェリックスとなったと伝えられているが、それは16世紀に創作された話ともされており、信憑性は低い。1142年頃、アキテーヌ公ギオーム10世の次女で、王妃アリエノール・ダキテーヌの妹にあたるペトロニーユ、ダキテーヌと再婚し、一男二女を設けた。しかし、結局1151年にペトロニーユとは離婚している。 どの子女も結婚したが、配偶者との子女に恵まれず、以降、ベルマンドア家の直系子孫は断絶した。1152年、フランドル博、ティエリー・ダルザスの娘ローレット・ダルザスと最後に結婚したが、子供はいなかった。ローレットは、ラウルと死別した後、ルクセンブルク博ハインリヒ4世と再婚した。ラウール・ル・バイオン・シュール・ルサイト・ジェネオリジック。 FMG ハット AB コムジーニャロ GEU でミロスラフマレックハットアンドレドゥチェスニーイストワールジェネオリジックでメゾンデギン D アードリーズデガイデクシーデケルクオートルファミエイルストパリ全六百三十二 P 五十二ディラ EN リンニュハットリステデセニ二章でフランスシュールルサイトジュサービスイストリックジュグーベルナモンフランセハットジーンフローリー。 アリアノーディアクアテイン、2004、P56 ルイス・デュバル、アーナルド、レデルニエル・アンネージ・コント・レプルー、ラウール・デバー・アーマンド・ゼイラ・デボリューション・デ・セ・プロビンセス・ア、フィリペディ、アルザス、ビブリオテック・デール、エコール・デ・チャーテーズ、1984、ボリューム142、P81。ありがとうございます。